瀬島だ。なぜだ。どうして。いうことなんだ。なんでボスが瀬島を。翔子の死亡推定時刻は金曜日の午後5時前後。その時ボスは何を。わからない。土曜日の午後8時頃はどうだ。沖浦が殺された時刻だな。やはり同様にボスのアリバイはない。いや待て、イリスとオータの時は違うぞ。俺は動画を見ながらボスと電話を。最初の数分間だけな。あの時はまだ動画の中に白熊は現れていなかった。どこかカメラには映らない場所で電話をかけることは可能だ。その時ボスの携帯はどこにあったんだ。接続した基地局を調べれば。ボスは携帯から電話をかけてきたんじゃない。通話に使われたのは PC だ。冷凍倉庫から一度アビスの PC にアクセスし、そこを経由して我々のところにかければ。ボスが第二のサイクロプスだっていうのか。翔子、沖浦、イリス、オータ、そして瀬島、5人とも全員ボスがやったと。その可能性は高いと言わざるを得ない。なぜなら瀬島は左目をくり抜かれていたからだ。翔子や沖浦やイリスと同じように。だってボスの居場所が分かったぞ。 GPS の信号をキャッチした。どこだ。ボスは今左岸家に、瞳の家にいるようだ。なんだと。
ひとみさん、ひとみさん。アイボ、ボスの携帯に電話を。了解。違う、それはボスの携帯じゃない。分かってる。そうと、ボスの携帯は室内のどこかで鳴っている。ボスの携帯だ。まさか。伊達かなめ、殺人容疑で逮捕する。なんだって。おとなしく銃を捨てろ。俺は誰も殺してなんかいない。お願いだ、信じてくれ。聞く耳持たずって感じだな。頼む、銃を下げてくれ。そしたら俺も下げるから。伊達、そう言われて従う警官はいないと思うぞ。じゃあどうすりゃいいんだ。犯人はボスだ。そこにいる女が殺したんだ。お前らはそいつに騙されてるだけなんだよ。よく訓練されている。動じる素振りさえ見せない。それはこっちのセリフよ。あなたが名波翔子を殺したんでしょ。バカな、なんで俺が。とぼけたって無駄よ。知らないわよ。ここに来た時にはもういなかったんだもの。なんでここに来た。あなたに教える必要はないわ。冗談言わないでくれる。お前が第二のサイクロプスだったんだ。バカバカしい、何を根拠に。見たんだよ、この目で。お前が瀬島の頭に銃を突きつけ引き金を引くところをな。いい加減にして。
もううんざりだわ。くそ、このままじゃ拉致が開かない。戦うつもりか？それしかないだろう。やめておけ。彼らと打ち合っても勝てる見込みはない。じゃあどうすりゃいいって言うんだ。うむ、そうだな。なんだって、調理台の上にあるの、お前の大好きなやつじゃないか。ん？雑誌だよ、そこにあるだろ。雑誌って、なんでこんな時に。いいから見てみろ。そんな、バカな。これはもしや、一部のマニアの間で語り継がれている伝説の。エボルバーに火炎弾を装填。煙に向かって放て。なんでそんなこと。うるさい、つべこと言わずに早く。おそらく気を失っているだけだろう。右肩と左足を負傷しているが、命に別状はない。粉塵爆発か、考えだな。ああ、だがだったら小麦粉の袋を投げつけろって普通に言ってくれりゃよかったんじゃないか。それでは動作が遅すぎる。お前の反応速度を向上させるにはああいうしかなかったんだよ。っていうか、これただの料理雑誌じゃねえか。ボスは相変わらず気を失ったままですね。ですが脳波も安定してますし、このままシンクしても問題ないかと。伊達、ボスに話しかけても無駄だ。分かってるだろ。塀の中に帰ってもらいました。府中刑務所に？そうです。ここに長く留めておくわけにはいきませんでしたからね。
ボスは右肩を脱臼、左足の腓骨を骨折しているようです。ですが脳に異常はありません。このままシンクできますよ。そりゃそうですよ、ボスは敵だと分かったんですから。さっき相棒から動画データを送ってもらったんです。データには加工した痕跡は見当たりませんでした。つまりボスが瀬島を撃ち殺したのは間違いないってことです。左目をくり抜いてね。すると他の4人をやったのもボスである可能性が高いってことになります。あるいは共犯者がいるのかもしれませんが、どのみち黒であることに変わりはない。僕が協力的なのはだからですよ。僕だって知りたいんです、伊達さんと同じように真相を。ピューター、そっちの準備はどうだ？いつでも OK です。よし、それじゃあ始めよう。伊達さん。分かってる。制限時間は6分、それまでに必ず戻ってくる。じゃあ行きますよ。ちょっとの天気。そういう登場しなきゃいけない決まりなのか？努力目標ではある。こんな時に。こんな時だからこそ私はお前を。まあいい。ところでここは廃工場のようだが。ボスのやつ一体何を隠してるんだ？ソニウムスキャン開始。錆びた金属扉だ。それで錠を壊すんだ。分かった、試してみよう。おりゃおりゃおりゃ、壊れたぞ。よし、開けてくれ。鍵がたくさん降ってきたぞ。その中の一つが正しい鍵とかなんじゃないか？探さなきゃいけないのか。時間が惜しい。何か目印があるといいな。そうだな。鍵だ。
伊達さん、残り5分切りました。鍵だ。錆びた金属扉だ。ダメだ、びくともしない。伊達、もう時間がない。くそ。伊達さん、残り5分切りました。鍵だ。この鍵だけアイスピックが。これが正解みたいだな。俺の言った通りだったな。タグに A と書いてある。俺を褒めてくれ。 A の何かに使えそうだな。俺を。伊達さん、残り4分切りましたよ。なんとかドアみたいなドアだ。さっき拾った鍵が使えるんじゃないか。ああ、試してみてくれ。開いたぞ。ここは3階じゃないか？どうなっている？どうやら空間がめちゃくちゃにつながっているようだな。ち、厄介な夢だ。B と書かれたドアだ。鍵はかかっていないようだ。うん、2階のようだが、明らかに今開けたドアの先ではないな。まるで迷路だ。ドア同士の対応をよく覚えておこう。C のドアだ。鍵はかかっていないようだ。うむ、また2階に出たぞ。2階から出たらまた2階。早くも混乱しそうだ。本棚だ。あからさまにワイヤーがくくられているが、ドラム缶がワイヤーで吊られている。あの扉を調べてみるか。
残り3分切りました。伊達さん、錆びた金属扉だ。鍵はかかっていないようだ。またこれか。次はむやみに拾わないようにしないとな。Dのドアだな。ダメだ、鍵がかかっている。鍵だ。隣に時計が置かれている。時計の針は8時を指している。これが正解か。土曜日の午後8時頃、沖浦の死亡推定時刻と一致するな。鍵のタグには D と書いてある。伊達、行くぞ。D のドアだな。さっきの鍵を使うぞ。ああ、もちろんだ。開いたぞ。壊れたパイプだ。蒸気が漏れ出ている。おりゃ！おお！計算通りだ。いや、今あからさまに驚いてただろう。残り2分ないですよ。急いでください。氷は大体取れたようだな。これなら開けられそうだ。鍵だ。タグに制御卓と書いてある。制御卓？すぐそこのやつのか。モニターやボタンが並んでいるが、だいぶ古いものだな。この工場の電気系統を制御するためのコンピューターだろうが、鍵がなければ起動できそうにない。モニターやボタンが並んでいるが、えいっ。お？で？なるほど、
この足場を移動させれば別のルートが開けるような。動かしてみよう。モニターやボタンが並んでいるが、ほい。縮んだ。モニターやボタンが並んでいるが、ほりゃ。おお、なるほど。モニターやボタンが並んでいるが、ほい。伸びた。これで別のルートに行けるようになったぞ。 B の扉の近くのようだ。D ダッシュのドアだ。Cダッシュのドアだ。ダッシュのドアだ。あと1分もありません。急いで。 F のドア、これは初めて調べるな。このスペースに来るのは初めてだな。あの大きな扉、あの中を見ることができれば何かわかるはずだ。鉄製のはしごがある。電源コードだ。火花が散っているが。
電源コードだ。火花が散っているが。伊達、お前とも長い仲だ。冗談だということはわかるが、そろそろ時と場を選ぶ配慮を身につけたらどうだ。ガチ説教？返事は？は、はい。電源コードだ。火花が散っているが。うむ、確かにさっきの蒸気みたいに向きを変えたら扉に何か起きるかもしれんな。さっきのような展開にはならないな。鉄製のはしごだ。えい！すり抜けた。つまり登らせる気はないと。伊達、もう時間がない。くそ、ボスは一体何を。いや、ボタンが並んでいるが。だいぶ古いものだな。この工場の電気系統を制御するためのコンピューターだろうが、鍵がなければ起動できそうにない。モニターやボタンが並んでいるが。えいっ。お？で？なるほど。この足場を移動させれば別のルートが開けるようだ。動かしてみよう。モニターやボタンが並んでいるが。おい。知人だ。モニターやボタンが並んでいるが。なるほど。モニターやボタンが並んでいるが。ほい。のび太。これで別のルートに行けるようになったぞ。 B の扉の近くのようだ。D ダッシュのドアだ。Cダッシュのドアだ。
B ダッシュのドアだ。あと1分もありません。急いで。F のドア、これは初めて調べるな。このスペースに来るのは初めてだな。あの大きな扉、あの中を見ることができれば何かわかるはずだ。鉄製のはしごがある。行くぞ。ったく、物騒なソムニウムだな。おい、あの扉開けられるようになったんじゃないか。調べてみてくれ。錆びた金属扉だ。開けるぞ。相棒、3階の制御室に戻れ。了解。一体どういうことだ。伊達、何をやっている。6分経ったぞ。待て、瞳が。これ以上は無理です、伊達さん。強制遮断します。くそー。
お前の頭を覗かせてもらった。その結果、分かったことがある。今回の第二サイクロプス連続殺人事件、太田を除けば犠牲となったのは合計で4人だ。名谷翔子、沖浦蓮司、左岸イリス、そして最後に瀬島壮。この4人を殺したのは誰だったのか。まず第一の犠牲者、名谷翔子をアイスピックで刺したのは沖浦だ。次にその沖浦を絞殺したのはイリスで、イリスは瀬島の手によって体を切断されることに。ではその瀬島を撃ち殺したのは、言うまでもなくお前だ。つまり4人はそれぞれ別々の人間の手によって命を奪われたことになる。犯人は一人ではなく複数だった。一応表向きはそういうことになるだろう。だが実際はそうじゃない。犯人は一人だ。たった一人だけしか存在しない。それは前にいるお前。それってアビスの指揮官であるこの私のこと？違う、ボスのことじゃない。ボスの頭の中にいる別の誰かのことだ。わけわかんないこと言わないでくれる？そうか、じゃあ説明してやろう。樺崎地区にある廃工場のことは知ってるな。そこにシンク装置の試作版が置いてある。お前はその装置を使って点々と肉体を渡り歩いていったんだ。つまり君と白身が両方揃って入れ替わる。自我と記憶のワンセットがごっそりと丸ごと交換されるってことです。視点がどこにあったのかはわからない。だがとにかくお前はどこかのタイミングで翔子の脳内へと潜り込んだ。次に沖浦の頭の中へ転移。そこで用済みになった翔子の肉体を処分した。沖浦の後はイリスだ。乗り移ったお前はイリスの体を使って沖浦を絞殺。さらにその後は瀬島へ。冷凍倉庫でイリスと太田の二人を殺害し、そしてお前は今ボスの中にいる。その頭の中に。そっか、そこまで知ってるんならもう隠してもしょうがないね。そう、僕が第二サイクロ事件の犯人だよ。二代目のサイクロプスってことになるのかな。
うん、僕だよ。随分とモノマネがうまいな。喋り方や身振り手振りまで本物のイリスとそっくりだった。さっきまでのお前もそうだ。ボスの演技、危うく騙されるところだったぜ。ああ、それには理由があるんだけど、そのことを説明する前に言葉の定義をしておこうか。まずある人物の自我と記憶のワンセットを人格って呼ぶことにするね。正確な意味での人格とはちょっと違うけど、それ以外にしっくりくる言葉が見当たらないから。次に、その人格が誰かの脳内に転移すること。この現象を僕は寄生って呼んでる。転移する方は寄生者、される方は宿主。どう？わかりやすいでしょ。で、さっきの説明だけど、人格の交換が行われても宿主の記憶は完全に失われるわけじゃないんだ。頭の中に 1% ぐらいは残ってる。だから寄生者はその記憶を頼りにして宿主の言葉や振る舞いを真似っこすることができるんだ。僕が冷凍倉庫や散歩家のことを知ってたのもだからだよ。沖浦やイリスの頭の中にその記憶が残ってたんだ。名前は斎藤、名字は瀬島、国会議員、瀬島総の息子だよ。なんだと。斎藤のことを調べてみた。だがどこのデータベースを漁っても画像が一枚も見当たらない。戸籍上は確かに存在するはずなのに。だから僕だって言ってるじゃん。なんで同じこともう一回聞くの？ってことは、俺が日曜日に潜ったソムニウム世界は僕の記憶によって構成されたものってことになるね。その前に、僕の方から聞きたいことがあるんだけど、なんで知ってたの？シンク装置の試作版のこと。それだけじゃない。君はシンクレベルが臨界点を超えたら何が起こるかも知っていた。どうして？それは…もしかして、記憶を取り戻しつつあるとか？人間の記憶は、フラクタル的な構造で保存されてる。従って一部だけしか残ってなくても全体を再生することが可能なんだよ。記憶のかけらは根っこみたいに脳内の隅々に向かって張り巡らされていく。徐々に徐々に、ゆっくりと、時間をかけてね。ひょっとすると君の頭の中でも同じことが。フラクタルとは自己相似性を持つ図形のことだ。例えば、こんな感じのものや、こんな感じのもの。どの断片を切り取っても、似たような形になるのがわかるだろう。部分に全体が宿っている。そういう図形のことを、フラクタル図形って言うんだ。脳内の記憶も同じようなものだと、こいつは言いたいらしい。故に、わずかな記憶のかけらからでも完全なそれを再構築できると。平行世界は確実に存在するんです。
いいよ、まだだいぶ時間があるしね。時間？まあそのうちわかるって。で、どっから話せばいい？君が言った通り、僕の人格は沖浦の前の奥さんである翔子の中にあった。だから沖浦を呼び出すのは簡単だったよ。ちょっと相談したいことがあるの。そう言ったらあっさりと来てくれた。時間は確か午後の4時ぐらいだったかな。場所は樺崎地区の廃工場。そこで沖浦には眠ってもらって、シンクして人格を交換して、不要になった翔子の体をアイスピックでめった刺しに。それから翔子の死体を車でブルームパークに運んで、ああ廃線になった地下鉄の線路の上を通ってね。デコレーションが完成したのは夜の8時過ぎだったと思う。メリーゴーランドの馬の上に翔子の死体を縛り付けたんだ。その後すぐ沖浦の携帯を使って水木宛てにナイルを送り、あとはひたすら水木が現場にやってくるのを待ち続けたんだ。土曜日は夜になるまで僕の人格は沖浦の脳内にあった。次のターゲットはイリス。いきなり廃工場に呼び出したら怪しまれるから、まずは散歩家に来てもらうことにした。電話をかけたのは夕方の5時前で、イリスが到着したのは6時ちょっと過ぎ。そこでイリスと合流し、一緒に散歩家を出て、太田に目撃されちゃったのは、その時のことだよ。とにかくそんなわけでイリスを車に乗せて廃工場に向かったんだ。その途中でイリスには睡眠薬を飲んでもらった。突然あんなところに連れて行ったら逃げ出しちゃうかもしれないからね。着いたのは多分7時ぐらいで、それからすぐに人格交換。イリスの体を手に入れた僕はぐるぐる巻きにしたエプロンを使って沖浦の首を締め上げたんだ。その後あらかじめ用意しておいた散歩家のドラム缶に沖浦の死体を収納。それを車のトランクに積んで散歩家を目指した。がここで予想外の出来事が。秋葉の交差点で信号待ちをしてたら、不意に誰かが車の窓をノックしたんだ。相手は太田だった。アセトンちゃん、運転なんてできるんだ。太田はそう言って驚いてたけど、僕はそれどころじゃなかった。トランクに積んだドラム缶を見られたらまずいことになるし、そもそも沖浦の車で秋葉の街を走ってたなんてことがバレたら、今後の計画がめちゃくちゃになってしまいかねない。そこで僕はこう言った。私免許持ってないの。だからこのことは絶対に誰にも言わないで。太田のナイルにあったあのことっていうのはこれのことさ。さてそんな感じでどうにかその場をやり過ごした僕は予定通り散歩家に。それから後のことは君が推理した通りだよ。日曜日は午前中から収録の予定が入ってて、ああもちろんその時僕が帰省していた人物イリスについてのことだよ。なるべく怪しまれたくなかったからスケジュールの通りに行動することにしたんだ。でレムニスに行って適当に仕事をこなして、終わって事務所を出たところで伊達君、君に出会ったんだ。
正直ちょっと驚いたよ。前日の夕方、オキウラの脳内に寄生していた僕はイリスと一緒に散歩系を出た。その時の様子、まさかオータに見られていたとは思いもよらなくて。つまり日曜日のタイミングで君が僕のところにたどり着くなんて想定してなかったってこと。いずれにせよ、尻尾をつかまれてしまった以上は仕方がない。逃げたらますます怪しまれることになるし、そう思って僕は素直に任意同行に応じることにしたんだ。取り調べが始まったのは確か8時20分ぐらいのことだったね。それから君は僕の頭にシンクして、でも多分有効な手がかりは得られなかったんじゃないかな。その結果僕は無事に解放され、君の車に。そのまま家まで送ってもらわなかったのは、見張りの連中がたくさんいるんじゃないかと思ったから。見張りがいたら夜中に抜け出すのが困難になり、その後の計画に支障が生じる。そこで君を誘ってマーブルへ向かい、隙をついて逃げ出そうと思ったんだけど、ここで再び想定外の出来事が。オータからナイルが届いたんだ。こいつは使える。瞬時にそう判断した僕は、オータに助けてほしいと返信を送り、マーブルへ誘導。彼は僕の指示に従って行動し、その後僕は太田が運転する松下家のワンボックスに同乗。だけど太田の存在が邪魔だったから、途中のコンビニで車を止めさせ、彼に飲み物を買ってくるよう頼んだんだ。その間に僕は彼の車を奪って逃走し、かつて自分が住んでいた実家へ、そう、瀬島家の屋敷に向かったのさ。とはいえ、やあ父さん久しぶりなんてことを言いながら屋敷に乗り込んでいくことはできなかった。だってそりゃそうだよね。その時僕はイリスの体をしてたんだから。でもだからこそ父さんは僕の姿を見れば絶対に門を開けてくれるはず、そう確信してインターホンを押すと、案の定父さんはすんなりと僕を屋敷の中へ招き入れてくれた。僕は父さんに向かってこう言った。一緒に来てほしい、見せたいものがある。父さんはしばらく考えてからうなずき、ワンボックスの助手席に乗り込んだ。廃工場に到着したのは午後11時50分頃。人格交換を終えた頃にはすでに日付は変わっていた。ここから先は正確に言うと昨日、月曜日の未明のことになる。午前0時を回ってたからね。新たに父さんの体を手に入れた僕は、薬で意識をなくしたイリスの体をワンボックスの後ろに放り込んだ。そして一路、沖浦水産冷凍倉庫へ。着いたのは午前1時ぐらいのことで、それからおよそ2時間かけてショーの準備を。ああ、ショーっていうのは、父さんの人格が寄生した、サガン・イリス解体ショーのことね。庫内の激しい冷気のせいで、思ったよりも準備に手こずっちゃって。それから先のことは、君が動画で見た通りだよ。太田の登場は、もちろん計画にはなかったことだ。合計で3回になるかな。彼の予想外の行動に困惑させられたのは、ちょっとカチンときちゃったから、あいつの体も切断してやることに。白熊の着ぐるみを着せたのは単なるその場の思いつきで、別に犯人に仕立て上げようと思ったわけでも何でもなく、どっちかっていうと捜査を混乱させてやろうぐらいの軽いノリだったんだ。まあバレたらバレたでそれでもいいやって。
これが日曜日から月曜日の未明にかけての出来事。冷凍倉庫を出たのは午前3時半ぐらいのことだったと思う。月曜日の行動についてはそんなに話すことはないよ。昼前父さんの脳内に寄生してた僕はこの体の所有者に電話をかけた。そう、ボスにね。君は知らないかもしれないけど、父さんとボスには6年前からつながりがあったんだ。二人はある重大な秘密を共有してたんだよ。そのことをほのめかすと、ボスはすぐさま屋敷の方に来てくれた。そこで僕は彼女に鎮静剤を注射。意識を失った彼女を車に乗せ、廃工場に向かった。で、シンクして、人格を交換して。父さんの頭を銃で吹っ飛ばしてから、その体をバラバラに切断。事前に用意してあった壺の中に肉片を詰め、瀬島家の屋敷に戻ったんだ。君はシンク装置の試作版について知ってるんでしょ？だったら説明する必要なんてないと思うんだけど。僕は誰かとは違って眼球なんてものに一切興味はない。つまり目玉が欲しかったわけじゃないってこと。僕はただ人格を交換したかっただけで、そのためにはどうしても左の目玉を抜き取る必要があって。じゃあなんで目玉を戻さなかった？そんなの当然じゃん。僕が A から B の体に乗り移った時、 A の体は不要になる。そいつの目玉をなんでわざわざ戻してやらなきゃならないの？これからその肉体を処分しようかって時に。翔子の目玉は沖浦の、沖浦の目玉はイリスの、イリスの目玉は父さんの、父さんの目玉はこのボスの。お腹の中にある。まさかお前。うん、そう。みんな僕が食べちゃった。人格交換した直後にね。なんてことだ。あの試作版には特殊な仕掛けが施してあってね。シンク終了後、宿主の方には着付け薬が、元の肉体の方には鎮静剤が、
それぞれ速やかに投与される仕組みになってるんだ。僕はただ君を苦しめたかっただけだよ。君の中の憎悪を駆り立てたかったんだ。瑞希をブルームパークに呼び出したのもそのためだし、イリスの解体ショーをネットで配信したのもだからだ。全員君にとって大切な人でしょ。彼らを凌辱することで君を精神的に追い詰めてやろうと思ったのさ。まず第一に、殺人は僕の趣味だから。これはもう性癖みたいなものだからしょうがないよね。もちろん口封じの目的もあった。僕が A から B の体に乗り移った時、 A は僕の犯行の一部を知っていることになる。そいつに証言されたら面倒だから抹殺することにしたんだ。それからあとは君に対する復讐の意味もあった。僕は君に対して個人的な恨みを持っててね。だから君と密接なつながりを持った人物をターゲットに選んだのさ。ただし父さんだけは例外だけど。父さんに寄生したのは極めて私的な理由による。ああ、あんまり深く突っ込まないでよ。恥ずかしいから。今回の一連の殺人、僕にとっては旅のようなものだった。さまざまな肉体を渡り歩いて最後に終着点へと至る。旅ってさ、目的地はそれぞれ異なるけど、最終的にたどり着く場所はみんな同じだよね。どこだと思う？我が家だよ。自分の家さ。すべての旅は我が家に戻って初めて完結する。僕の旅も同じ。かつての自分の住処に戻った時、この旅はようやく終わりを迎えるんだ。というわけで、そろそろ返してくれないかな、その体。え？そいつはもともと僕の体だったんだ。それを君が6年前に奪った。だから僕は君のことを憎んでるんだよ。何を言ってる？僕は君の体が、いや、その特殊な機能を持った脳みそが恋しくて恋しくてたまらないんだ。何人殺してもダメだった。ドーパミンやエンドルフィンが出ないんだよ。あの時みたいにとろけるような絶頂感が得られないんだ。それってもしかして？彼は生まれつき脳の機能障害を患っていました。脳下垂体後葉の部分に損傷があり、オキシトシンが正常に分泌されない体質だったんです。ああ、確かにその通り。それはかつての僕のことだ。だけど今その体を持っているのは、だからそうだって言ってるだろう。だが俺にはオキシトシン不足の症状なんて。それは私が定期的に補ってやっているからだ。少し薬の量を増やしすぎたようだな。いや、でもその機能障害を患っているのは初代サイクロプスの一人である89号では。私もさっきまでそう思っていたが、どうやら我々は勘違いをしていたらしい。ピュータはサイコパスの男が収監されたとは一言も言ってない。あいつはただサイクロプスのうちの片方が府中刑務所にいる、そう言っただけだ。それはおかしい。だってそれじゃあ89号の方が先代の組長熊倉ロウハってことに。だからそういうことだよ。
おそらく89号の脳内にはローハンが寄生しているんだ。ピュータはそのことを知っていて。そんな。とりあえずサイトの方から順を追って整理してみよう。サイトはボスの前に誰の脳内にいた？瀬島だ。瀬島の前はイリス。その前は沖浦。さらに遡ると翔子の中に。じゃあ翔子の前は？僕は6年前から去年までローハンの脳内に寄生していた。ほとんど記憶を失ったまま廃人のようになって特殊な病院に収容されてたんだ。だけどほんの少しだけ記憶のかけらが残ってて、さっき言ったよね、人間の記憶は一部だけしか残ってなくても全体を再生することが可能だって。僕はゆっくりと時間をかけて失われた記憶を取り戻していった。全てを思い出したのは1年前のこと。病院を抜け出した僕はすぐに翔子を呼び出し人格交換を行った。僕は翔子の体を手に入れた。逆に翔子の方はローハンの体に。その姿を鏡で見るなり翔子は激しく取り乱した。錯乱し我を忘れ奇声を放ちながらビルの非常階段を駆け上っていき、ローハンが自殺したのはそのせいだったのか。それから僕は1年かけてじっくりと計画の準備を進めていった。翔子の体を使ってね。その時に君と周囲の人間のことは徹底的に調べ尽くしたんだ。だから僕は知ってるのさ。君のことなら何でも。そこだよ。君が今所有しているその体、頭蓋骨の中、僕の全人格はその中に存在していた。待て、待ってくれ。もしお前の言ってることが正しいとしたら俺の人格はどうなる？当然ローハンの中にあったことになるだろう。だが俺はローハンじゃない。そうだな。だからさっき言っただろう、ローハンは89号に寄生してるって。つまりあれが俺の本当の。悪いけどそろそろ時間だよ。その体返してもらわなくちゃ。方法は簡単だ。もう一度シンクして6分以上この頭の中にとどまり続けてくれればそれでいい。断ったら？君は絶対に断らないよ。僕には分かってる。伊達さん大変です。これをリアルタイムの配信動画です。貴様！体を返してくれたら場所を教えてあげるよ。
ああ、言っとくけど樺崎地区の廃工場じゃないからね。相棒、配信元は？海外のサーバーを何重にも経由している。特定は困難だ。ピューター、大至急本部に連絡を。わかりました。さあどうする？僕のお願い聞いてくれるかな？やれやれ、弱ったな。彼女がどうなってもいいの？ねえ、この状況ちゃんと把握してる？彼女の体には爆弾が巻きつけられてるんだよ。君も強情だな。それとも白状と言うべきか。そんなに見たいんだ、彼女の肉片が飛び散るところ。僕が場所を教えなければ彼女は確実に。分かってるよね？君は絶対に断らない、そう言ったでしょ。やった、やったぞ。僕はついに全てを取り戻したんだ。おい、瞳はどこだ？分かったよ、約束通り教えてあげる。ボスの家だ。もっとも今さら行ったところで手遅れだと思うけど。なんだと？体を返してくれたら場所を教える。僕はそう言ったんだ。つまり約束は守ったってことに。てめえ、その体を傷つけたのは君だよ。自業自得ってやつさ。それじゃあね。
もすることができなかった。ただサイトに翻弄されるばかりで、何も。平行世界は確実に存在するんです。マシな未来を築けた。